うん、さっき言ってた女の子は見つかったんだね。よかったね。僕の方はまだ見つかんないよ。そうだ、白鳥の丸を一緒にケロリンしてくれよ。僕はこの辺をケロリンするから他のとこ頼むね。オッケーオッケー。そんならさ、一回地下ハウス行く必要あるよね。ってことはもう明らかにさ、だってあ、そっかそこにいるんじゃないの。ハムハースーパーハムハー。まあでも先に仲直りってことですよね、コウシ君とジャジャハムちゃん。でも地下ハウスにあのオマルはあることはもうほとんど確定してるので、ノルルンしてるノルルンしてる。グルマーニ、あ、これか解決策、これか肩車。なんかでもリボンちゃんがさ上に乗って安心した俺が上に乗るんじゃないかってちょっとヒヤッとしたわ。なるほどね、これいいですね。オッケーオッケー。ちょ待った、ちょっといたずら心が芽生えてしまったわじゃあ行きまーす。でグルマーニ、これでいいんじゃないか。ジャジャハムちゃんごきげんよう。あー、リボンちゃん、私今落ち込んでるんだ。なあなあ、私の話を聞いてくれよいや、あの、なあ、お互いにそう思ってしまってるわけね。そんなことはない。実は講師がさ、私といるよりもひまわりの種を眺めてる方がずっといいって言ってたらしいんだ私孔子のやつに嫌われちゃったのかな。孔子くん孔子くん、なあ、これでいいのか。ジャジャハムちゃんの方にコウシ君のところまで行ってもらうのか。俺てっきりコウシ君連れてくんのかなって思ったけど逆でしたね。デビハムのやつから、あー、デビハムね、あの最初オープニングのとこ出てたやつね、多分だけど。これまあごめんなさいってことかな。こんなんされたら絶対許すやん絶対許すやつだって、やば、えぐ。これで孔子くんとこ行けばいいのかな。あ、仲直りしてる、よかったよかった。おしゃべり、
どうです?大きなひまわりの種でしょう。どんな顔して見てんだろうな。ラブが1個になった。ラブ1個になった。やった。よし、戻るか。なんてことしてくれるデビー。ゴビがデビーなんだが。あ、眠そうじゃん。もうシャーマンキングみたいな、あれじゃん。目つきが。喧嘩させたのによくもう仲直りさせたデビーね。おっと、自己紹介をくれたデビー。お、お願いします。お願いデビー。まあ、デビハムは要はあれですね、リア充を撲滅しようと頑張ってるわけですね。今日も今日も今日とて、めっちゃ揺れてるんだけど。ということで戻ってきました。やっと帰ってきたな。リボンちゃん待ってたよ。結構時間使いましたもんねそう、大変すぎてね。もうだってマカ不思議アドベンチャーだったからね。長いので省略なんだって、悪魔の格好したハムがハムスターのラブを全部ぶっ壊すだってちゃんと的確に伝えてんじゃん。最悪だったんだな。と言ってもな、どうすりゃいいんだ。あ、こんにちは。こんにちは。どうも。ハムハーでしたっけ。なんかまだこっちの言葉に慣れてなくて。私はエンジェルです。見たまんまですね。エンジェルちゃんって呼んでください。はい。ちなみにその悪魔の格好のハムスターってデビハムって言うんですよ。悪魔だって言うんで、私もこうしてはるばるやってきたんですけどね。ほんと迷惑ですよね。そういえばあなたたちラブポット拾いましたよね。見ていましたよ。あー、なんかほんとチュートリアルっていうか、大将くんにハム語レクチャーしてもらった時だよね、拾ったのって。で、お願いなんですけど、さっきみたいにハートを一つにするとポットにエナジーが溜まっていきますから、たくさん集めてほしいんです。そうすればデビハムをやっつけられると思います。多分。それとエナジーが溜まっていくといいことありますから。ね、お願いします。とりあえず私もデビがいるうちは帰れないんで、デビって言っちゃった。ここで見守ってますから。ここ2階があるんだ、ちょうどいいかも。デビの居場所なら大体わかりますから、聞いてくださいね。もう完全に生活を始めようとしてるよ。ユニークな方そうっすね。そうとも言うからな。寝てるくんずっと寝てたなマジで寝てるくんが寝てるくんだったんだが。え？いましたっけ？いらっしゃいましたっけ？お届け物があれば手から手へ、真心込めてお届けするでち。
知ってるでしか、知ってる知ってる。小学7年生で新ハムゴコンテストをやってる。へえ。テーブルの上の側金書いて送ると不思議な商品がもらえるかも。マジっすか。よく見たらさ、テーブルの上で寝てんじゃん。あー、寝てるくん有能。寝てるくん有能すぎる。寝ながらもハムゴを教えてくれる寝てるくん、パネー。そうなんだよね、一度戻ってきた理由としてはこの亀浜くんがあのおまる持ってると思うんで、ハムゴダンスで一汗流していきますか。お、え、え、なになになに、ミニゲーム的な感じですかね。曲を選んでる。曲、曲、俺そんな知らないよ。さすがにわかるけど、一番は。お試しってなんだろうね。あー、その中のあれね、選択はなきゃね、曲からの。なるほどなるほど。あー、そういうことね。なんか自分で振り付けを考えてみたいな。上書きしちゃったんですけど、あ、特に変わってないと思います。なんか一個だけ変えちゃったような気がするんだけど、それ以外はね、変わってないはず。なるほどね、そういうのがあるんだ。通信あるんだけど。アドバンスだからあれですよね、通信ケーブルを使うってことですよね。あ、すげえ。あー、おまらーになっとる。ま、キョロリンってそこしか見るとこないけどな。このおまるかい？なんかつけようってんだね。そうそうそう。そういうことなら持ってってよ。頭につけたらバカ受けだよ。いいね、いいね。写真を撮るかい？リボンちゃん、リボンちゃん隠れちゃってたんだけど。かぶり物、あー、そっかそっか。ここで手に入れたというか買ってきたものとかが使えるわけね。なるほどなるほど。でもね、これぐらいしかないんですよね。これぐらいしかないんですよね、本当に。マジか。じゃあまあ買っといてもいいかもしれないね、そう考えると。背景選んでね。大集合してんじゃん、大集合してんじゃん。あー、ま、これかな。これで兄貴に持ってってあげたらいいんじゃないかな。返してくれるよね。返してくる。やーのん、やーのん。まあまあ、そう言わずにね。いやー、助かったよ、ありがとう。これがないと大変なんだ。よし、じゃあ上に行って、一応会いに行くか。どういう対応されるか分かんないけどね。偽物のあんちゃん扱いされてるからね。なんだって。まあでもね、でもね、やっぱおまらに悪いやつはいねえと思ってるんで。セサミンストリート的な感じかな。エルモとか出てくるんやろかみたいな。そんなこと考えながら聞いてたけど、開くね。
なるほどなるほど。よし、ということで、セサミンしますか。これでいけるはず。おお、なんだここは。なんなんだここは。ポチッと。切り替え機は錆びついて動かない。しかしここでポチッとするものがない。ポチッとするものがない。もう意外とさ、案外挨拶したら出てくるかもしれんからなと思ったら、本当に出てきたわ。ちょっと思ってたやつと違ったけど、なんか本当に出てきましたね。こっちは下も気になったんだけど、なんだか迷ってしまいそうなところでちはね。そうっすね。あら、看板がある。看板、看板も大事だけどね。俺どんぐり取るわ。間違えた間違えた。看板に挨拶しちゃった。やべえやつって思われる。やばいやばい。キョロリンでいいのかな。山頂ふもと、なるほど、と書いてある。なるほどね。結構できること多くないですか。おー、ショックオッケー。で、待ってね、さっきのとこもさ、ちょっと気になるんで、多分出るだけかな。これね、まあ一応見るだけ見ときますか。はい。おお。そんなことが、そんなことが。あら、あんたたち。ねえ、私の連れ見なかった？ちょっと一休みに行っただけのはずなのに。いつまで待っても帰ってこないのよ。え、探してくるのかな。こっちは大丈夫そうですね。いやー、よかったなー。とりあえず普通に山頂向かってみますか。ハムハー。あれ、アンちゃんじゃない。アンちゃんどこ。ついてくるんだけど。お腹が減って動けない。なんか遅れ、なんか遅れ、なんか持ってくる。わお買い物だろ、お安くしとくよ。おいらいいもん持ってるよ。なんすかなんすか。これこれ、涙の元がひまわりの種、たったの5個。子供の気持ちを知るにはやっぱりこれで決まりだね。それからガラガラがひまわりの種、たったの10個。子供をあやすときにはやっぱりこれで決まりだね。一回一回決めてますね、ポーズ。新鮮なバナナがひまわりの種、たったの10個。それも残り1本限り。これは見逃せないね。大丈夫大丈夫、まだ食べられそうだし。怪しいな。いいよいいよいいよ、全部買うわ、全部買ったるわ。大人の力を見せれば今から。涙の元を手に入れました。目に染みた。聞かなかったようだね。まあそんなことはあるよ。マジか、聞かなかったのね。待て待て待て、じゃあガラガラ買ってみましょうか。
そうなるのね。やっぱ体を張ってご機嫌を取るなんてことしなきゃダメなのかもね。芸人じゃないですか、もう。じゃあバナナ買っときますか。じゃあ怪しかったですか。そんなのいらないよ。まあそんなこともあるな。確かにそれはね、それはね、言えてる言えてる。で、気になるんだけど、このバナナってあげられないのかな。そのバナナちょうだい。いいけど、めっちゃ怪しいぜ。自己責任でお願いします。なんかあったら逃げるんでよろしくお願いします。食べ終わったら毒。おお、これは石ころを1個手に入れた。で、さらにありますね、お手紙ですかね。ウッキーのメモを手に入れた。バナナありがとう。大丈夫だった。なんかある、なんかある。わー。体張ったわー、これ体張ったわー。どうやら機嫌が治ったようだ。よかったね、よかったよかった。え、めっちゃ石ころ拾えるんだけど、拾っとく。この扉の鍵を持っていないので開かない。了解でーす。とりあえずね、若干取っておきました、石ころ。これも気になるよね。ノルルン、ポチッと。なあ、ここはボクちんのお家の近くなんだよ。ここから、ああ、そうそう。こっちに歩いて、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 こっちに歩いたとこだよ。多分ね。こっちで、こっちで、左の上上かな。おお、当たった。やったやった、着いた着いた、よかった。そうだ、お家に上がってってよ。いいの、いいのかい。もう正しいセサミンするのは俺というわけで。おーし、お邪魔しまーす。いない、あんちゃんまだ戻ってないや。あー、またまた体張らなくちゃ。まあそのうち見つかるって。とりあえず一休みしようよ。ああ、リボンちゃんだ。いつの間に、いつの間に。ああ、ハムゴだ。よちぶら。すかさず、すかさずもう好きあれば辞書みたいなね。そういうとこ大好き。ああ、大丈夫そうですね。やったー。多分。ところで君、名前なんて言うの。